氷大和戦とは、室町時代、日本から朝鮮へ交易のみを目的に訪れた、商船のことを指す、別名氷船。朝鮮王朝建国期において、前期和光が猛威を振るっており、朝鮮王朝は交易の利をもって、和光の沈静化を図った。九州短大や守護、国人のような大勢力に対しては、外交と公貿易を兼ねた通行が許可され、 それら通行施設を派遣する船は思想船と呼ばれた。一般庶民に対しても朝鮮に寄港し自由に交易を行うことが許可され、こうして派遣された、交易船は、氷大和船、交易のみを目的として訪れる、日本人は氷和人もしくは氷大和と呼ばれた。氷大和船の担い手は、平常は漁を行っているような庶民であり、思想船のように、故障、単疑、 銅のような高価な物資を取り扱うことはできず、塩や魚を持って米国に変えていた。郡山和は和光の転身したものであり、民で和光を働きその略奪品を持って朝鮮へ攻撃に訪れる、あるいは戦中に武器を携帯し、防備の厚いところでは攻撃を行う一方、防備の薄いところでは和光を溶かすものもあり、朝鮮王朝にとって油断のならない相手であった。 1400年、朝鮮王朝は、氷大和線の入港場を、富座村、聖保に限定するが徹底されず、1407年に、居住地領主の行場の所持が義務化される。こうした、入港場の制限は、氷和の生活を困窮させるものであり、1427年に、和光出身の津島の実力者、早田左衛門太郎が、継承同然域において任意に交易できるよう、 朝鮮王朝に請願するが拒絶され、代わりに塩浦のみ入港場に追加された。その後も、早田氏、総氏により入港場の増設が請願されるが、許可されることはなかった。入港場の制限に伴い、取引相手がつかず長期滞在し、民家に参人入りし、押し売りを働く交流はが出現する。朝鮮王朝はそうした買い手のつかないものについては、 王朝が買い取ることで、氷大和船の早期出航を図ることになる。こうした氷大和船は港島を根拠地としていたと考えられている。朝鮮王朝建国当初においては、津島以外の地域からも氷大和船が派遣されていたが、入港上の制限、行場所持の義務化、分岐規制の執行等、通行統制が進み通行経費の増加に伴い、 津島以外の地域から派遣される氷山和船は姿を消すことになる。1510年、三浦の乱において、創始及び、久し巨和の放棄が失敗に終わると、人身役場において氷山和船は禁止され、以降姿を消した。ありがとうございます。